座でいざこざ。こんばんは、小座でいざこざ始まりました。7月9日月曜日、今週も1週間さあギリギリで曲がってまいりました。 USA、 こんばんは。こんばんは、あゆみ。すいません、ギリギリ遅れて。どうしたの？いや、普通に混んでた。え、そういうこと？はい、劇場終わってすっ飛ばしてきました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。忙しいこといいことですよ。見て見て、あ、これは先週かわいい、そう、のりおさんからいただいたね、USA かわいいユニバースね。はい、すごいっすね。かわ、あれ、うん、USA なんかマイクガッチムク、マイクガッチムク、切られてんじゃん。マイクガッチムクよ。そうだよ、そう。あ、オッケー。ちょっとカメラがさ、こんばんは。こっちだね、もうちょいこっちだね。そう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 、そういうこと。さて、改めまして、はい、70回目、今日70回目、ダースダース、ちょうど 70? うん、だったと思う。はい、7月9日月曜日、はい、やってきました、この時間が。やってきました。はい、台風が近いみたいだけど。そうだね、なんかそれてるみたいですね。まあそれてるけど風強いね、やっぱりね。うん、車も揺れてた。ヘクトパスカルが結構今回でかいから、うん、かなりの大型らしいっすよ。だから宮古とか石垣は直撃、先島結構ね、やばいらしいので。本島の影響はどうなんですか？本島はね、まあ、僕が思うには多分南部から中部ぐらいまでがちょっと影響あるのかな。うわー、バス止まるのかな。でもそんなに、いやでも結構この時間帯強いから、明日の昼頃には急接近だからさ、最接近だから。そうなんですか？そうだよ。今じゃないよ、まだまだだよ。そうなんだ。もう少しだよ。今からもっと強くなるからね、これ。え、やば。食料とか買いだめしとかんと。そう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 、うん、だから俺はもう、まあ、家でやることがたくさんあるので、うん、まあ、今週末はちょっとビーチパーティーがあるから、そのレコード出す時間も必要だったし、ちょうどいいのかなと思って。仕事も休みになりますよね、そりゃ。そう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 、俺今日から仕事休んでるんだけどさ。あ、そうなんですか。そうそう、今日はちょっといろいろあって、うん、まあまあ今日何してたんですか？今日いろいろあって。ああま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 あ、まあ、時間が経てば報告できるかなと。なるほど、はい、はい、思っていますので、はい、本日も1時間はい、よろしくお願いしま す。さて、今日のテーマは、はい、何だった？なんか暑い夏に食べたいものだったかな。暑い夏に食べたいもの、はい。たまちゃんね、毎回こうタイトル作ってくれてありがたいよね。はい、ありがたい。もう本当ね、いろいろね、うん、考えてきてくれてはいるんだけど、うん、一向にリスナーはそれに対して沿ったような回答をしてくれないという。やってくれるのは、もう唯一やってくれるのは鈴茶さんぐらい。そうですね。ね、もうありがたいっすよね、一人でもそういった形でね。はい、たまちゃんも報われるってもんだよ。いや、本当ですよ。二人がさ、それに対してほぼほぼ答えないからさ、あんまり最初で言ってから、その後全然関係ない話。そう、全然関係ない話するという ね、まあ、これでいざこざらしいんですけど、はい、なんかね、今日FM コザの社長の山本さんから LINE が来て、はい、なんか全島エーサー祭り決まりそうですね。お、いざこざですか？わかんないけど。え、なんか、いや、なんかどうですかみたいな。いざこざでやりたい番組、9月1日になんか土曜日なんですけどって、はい、日曜日5時間はきついっすって言ったの。うん、じゃあ土曜日行きますかみたいな。3時間、でも2時間でもいいですよって言うから、うん、いや、もう2時間やると3時間やりますよみたいな話になって、またまたま今日ちょっとね、用事があってアベニューの方、夕方歩いてたんだけど、はい、お昼か。でそしたらたまたま山尾さんと会って、山尾さんに午前中から LINE いただいてもらってね、はい、9月1日土曜日ですよ。全島エーサー祭りの日にまたオーディションしようかな。入れてくださいよ。え、お願いします。何がですか？私入れてください、仲間に。いや、もうもちろん仲間なんだけど、はい、このやっぱりリフレッシュっていうか。いやいや、ひどっ。もうなんか古くなったみたいに。違う違う、新鮮な感じ。やだやだやだ、なんかやだ。去年はそのことでいざこざスペシャルっていうことで題して、はい、初めてあゆみちゃんと一緒にやらせてもらって、はいはい、そこはあゆみいいねってことで、はい、今年、今年の、はい、10月から、去年の10月から、もうそこね、全島エーサー祭り1ヶ月後ぐらいから、はい、
レギュラーとしてなってますけれども、なっていただいたんですけれども、はい、まあ、まだこの季節がやってきました。いやいや、ちょっと待って、毎年入れ替えるみたいな流れやめて、やめますよ。入れ替えるっていうか、なんかそれも面白いかなと思って。お願い、仕事ください。いやいやいや、仕事もそうなんですけど、お願いします。いやいや、じゃあじゃあじゃあ、本当にそういうことなんだけど、なんかほら、ちょっとどうかなっていう。どういうことですか？不満なんですか、私で。いや、不満ではないですよ、全然。全くもって不満じゃないです。もう十分、十分すぎるぐらい。いいですよ、全然。でも一緒に頑張っていきましょう。もちろん、もちろん一緒に頑張るんですけれども、やっぱりこの番組の方向性としては、はい、何も、方向性も決まらぬまま。1年以上やらさせてもらって、1時間ただ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 中身のない話をして、全く噛み合わず。いや、噛み合ってますよ。ゲストも呼んではゲストを持ち上げることもなく、もう完全に酔いどれスタートのような番組をやらさせていただいて、やっぱりなんか僕はですね、今回こういろいろ考えたわけですよ。はい、なんかいろいろ企画を考えてやっていこうかなとか、なんかいろいろやってるんですけど、だけどなんかそういうのを踏まえた上でですよ、なんか今度9月1日 の、 この全島エイサー祭りで、またこう山内さんが人選してするのか何なのか分かんないですけど、とりあえずふみさんお願いしますってことだったので、まあこれを機になんかいい子がいたらまた来年の、まあ今年の10月ぐらいからまた新しくレギュラーっていうか、あ、追加でってことですか？追加っていうか、あれちょっとな さりげなくちょっと私をクビにするのやめてもらっていいですか？マジで。クビとかではないですよ。いやいや、これ、いやいや、マジこれ遠回しに、クビとかではない。リストラ、リストラとかではない。ただリストラ、こうね、いやね、ちょっと入れ替えではない。ちょっとやめて、マジでマジでやめて。いや、だって変な話、10月要は俺が、抜けるかもしれないですよ、例えば。分からないじゃないですか。いや、だからダメダメ、そういったことじゃなくて、手錠買ってきてからこのマイクにこんなしてずっと俺こっちで止まるわけ、マイク持って帰るよ。まあまあまあ、そういうのもなんかありなのかなと思ったりしてるんですけども、まあまあ前頭の件に関してはまだ今日こうお誘いがあった段階なので、はい、なんとも言えないんですけども、まあ自分はやる方向かなっていう、まあ去年はちょっと雨だったからね、びっくりしましたね。そう、すごい雨だったから、今年はちょっとどうなるかなと思うんですけど、浴衣びしょびしょでしたよね。そうですね、だからちょっとこのどんな感じかなと思ってありますけれども、浴衣は俺びしょびしょにならんかったよ。イッサさん めっちゃびしょびしょじゃなかったですか？あ、なったっけ、はい、なんかすそめくり上げてたから俺たちは、椅子がめっちゃ濡れてるのに、もうその上でいいよこれでとか言って、すごい。あ、まあでもお尻びしょびしょ。あの後うちの実家であれはなんかたらふくカレー3杯ぐらい食ってその後飲みに行って、店の床で2人で寝てたと。まあこれはねひどい話なんですけど、まあでも今年もね、はい、まあいっちゃん帰ってきてくれたらなと。そうですね、思ってますけどね、ちょっと FM 小座がね、ちょっと予算組んでね、はい、うちのその3時間の番組に20万ぐらいちょっと予算を組んでもらったらね、はい、もう違う人呼んでみんなでこうワキワキあやや楽しみたいけどね。ちょっと何それ本当に。まあもちろんあれですよ、去年はメインのね、はい、大谷あゆみちゃんとへしきさきちゃんが メインにいて、え、メインじゃないですよ、メインだったんです去年は。で僕といっちゃんがそこでこうそばから何かちゃちゃ入れてっていう、小座でいざこざ番組だったじゃないですか、タイトル。まあね、小座でいざこざだったんだけど、アシスタント的なので。いやいやいや、みたいな。違う違う違うんですよ、違うんですよ、本当は。だからあゆみちゃんとへしきさきちゃんと、はい、ヤースだったのよ。ヤース、ウリズン桜のヤース、はい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 、はい、でもヤースがなんかその日なんか東京に行くってなって、いなかったですよね。いや、なんかあれがそのもう10月に東京行くから、それのなんか準備かなんかで東京行かなきゃいけない日がちょうど被ってて、それでなんか俺はもうなんかやっつけではないですよ、そのなんかこのおこぼれでふみさんどうですかみたいな話になって、いやだったわけさ。本当なんですか？本当。それで、それ初耳。じゃあ俺が行くんだったらじゃあいっちゃん呼ぶよみたいな話になって、あ、そうなんですかって、そこで山内さんが盛り上がってくれて、へえ、ちょっとギャラ交渉してる時に僕のギャラはいらないので僕の分いっちゃんに回してくださいって話になって、へえ、でなんかそういった形で進めていってたら、まあじゃあなんかこれって2人いるんで、もしたまちゃんも帰ってくるんだったら小座でいざ小座じゃないですかみたいな感じだったんですよ。
だから、ああでもあゆみちゃんとこのへしきさきちゃんに悪いから小座でいざこざはいいですよって話したわけです。うん、自分でこの番組始まってまだ6ヶ月ぐらいだったんで、ね、えんちゃん覚えてる？なんかそんなくだりだったよね。うん、でそんなくだりでこうやってて、でもちろんあゆみちゃんとさきちゃんがこうやっててくれたから、うん、もうじゃ逆に僕といっちゃんがサポートに回ろうっていう形になったから、ああいう空、ああいう並びになったんですよ。あの総割りになったんですよ。であの並びでこうやらさせていただいて、まああゆみとさきちゃんが回して僕らが、あそうだったんですか。そうそうそう、だからこそでいざこそで途中でたまちゃんが来たから、はい、まあ、そういう感じになったんですけど、だからそういった部分でも含め、まあ、今年もなんかそういった特番っていうか、うん、そういったので抜擢させていただいたっていうのはありがたいことですね。うん、まあ要はいっちゃんのバーターですよね僕は。えバーターですよ。だからいや小座でいざこざっていう番組では 山内さんからすると俺を呼べばとりあえずもしかしたらいっさんも来てくれるんじゃないかみたいな、もうそういう感じですよ大体。いや違う、 いいんですよ僕はそれでも僕はそれでいっちゃん帰ってきてくれるんだったら別に僕はバーターって呼ばれようと別にひもと言われようと金魚の糞って言われようと別に何でもいいですよ。いやいや、それでこうやってね、地元の祭りでそうやってやらさせていただけるってことは別に何と言われてもいいですよ、別にかかってこいって感じですよ。全然全然、ただまだ今決まってないのね、あのスケジュールとかもいろいろあったんで、そういった部分ではちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあ新しいいい子がいたらね、まあそこでちょっとこう噛み合わせてまた違うことでいざこざっていうなんていうのか、ケミストリーっていうか、あだからそこはまあだから時間枠でね、あのオープニングとか、えイエーイぐらいの、で最後エンディングでイエーイみたいな、オッツしたみたいな。それってまだ本当に泣きそうなんだけど。なんでなんで。やめて本当に。なんでなんで。やめて本当に。こんなに私このラジオ愛してるのにさ、こんなにフーミーさんのことも好きなのに、なんで、うんうん、なんでこんなことするの。違う、じゃもうあれだけど、ちょっとあゆみちゃんとはすごく仲良くさせてもらってるんだけど。うん、こうちょっとずついじっていこうかなって。俺のこのエスケが、俺のこのいじりがよ、重い、急に急にこのいじりは重いやつだ。俺のエスケがよ、どん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 出てくるやつ。いやいや、もうやめてマジで。ヤースがいなくなった今さ、ちょっとヤースの、ヤース戻ってこいよ。誰にこのストレスとか誰にこのあれを持っていこうかなと思った。もうずっと二人っきりでやってやるぞ。いや自分可愛がってますよ。もっともっと愛情、いや愛情を注いでますよもちろん。それは愛情を注いでますよ。愛して本当に。もう全然注いでますよ。ただあの本当にね、まあいい方向にね、はい、なっていけばなと思ってます。うん、さて今日のテーマは夏に食べたいもの。暑い暑い夏に食べたいもの。暑い夏で食いたいもんですか。食べたいぐらいですか。うん、俺あんまないな。俺あんまりよ、あの食に関してちょっと。夏だから。あんまり夏だからってないね。なんか逆に冬だからシチューとかっていう、ああいうのちょっと型破りしたいんだよね僕は。それで言ったら、うん、私年中食べてるのがいいんですよ。なんすか。もつ鍋。なんか言ってたね。はい、私年中全然好きで食べるんですよ。あのどこだっけ、どっかにあの読みた風中なんか言ってたね。あれは年中、あ夏でも私食べます。まあもつ鍋ね、うん、なんか冬ってイメージあるみたいだけど私は全然もつでも、まあ、沖縄時代があんまり鍋料理ないからね、うんうん、まあもつ鍋っていうのはまあ結構ね おいしいからね、うん、自分はもう年中食べてるっていうか、もう期間限定で食うのってなんかあったかな。まあなんか台風前になると、はい、なんか粉もん食いたくなるね。そうなんですか。自分で作ったり。そう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 、あの平屋アーチ。あーいいいい。まあなんかちょっとうちの実家代々伝わる平屋アーチ、沖縄に、あ平屋アーチというのは、うん、あの小麦粉を水で溶いたやつで、はい、そこにニラとかフォークとかのすぎで切って、うん、それを薄くこう焼いてクレープみたいにして、そうそうクレープね、でそれをあの七味とかこうソースとかで食べるやつなんですけど、うちのやつはうちの実家のやつはあの平屋チっていうよりもお好み焼きだわ、ね、近いってことなんか野菜とか結構入ってるわけさ。うわー美味しそう。で結構ボリュームがあるわけ。あじゃあ本当にお好み焼きに近い。だからうん、ポークは入れなくてシーチキン入れるわけよ。うちはあ私もシーチキンがいいです、ポークより、うん、シーチキン入れてでピーマンから人参から玉ねぎからキャベツ入れてチヂミみたいになるんだよね。だからあれはあのケチャップ使ってる。へえ。うちはねちょっと特殊な家で
なんか黒人なのかな、先祖は。なんかあの食べるものに対してほぼケチャップ。うん。トンカツとかもトンカツソースって使ったことない。ケチャップ？ケチャップ。ケチャラーだね、ケチャラー。ケチャラーなのか何なのか分からんけど。マヨラーじゃなくてケチャラーだよ、ケチャラー。うちはちっちゃい時からもケチャップだった。目玉焼きもケチャップだった。ああ、はい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 。だから、もうポーク卵とかだったらずっとケチャップだよね。あとそうめんにはケチャップだから。え？そうめんチャンプル？うん、ケチャップ。ああ、それはないな。え？急に突き放された。いや、それはない。美味しいけどな、そうめん。そうめんチャンプルはあれだね、ハットソースだね。何すか、ハットソースって。タバスコではない、ハットソースってのがあるわけ。何それ、初めて知った。ちょっとピリッとする辛い。タバスコよりかは辛くないんだけど、食べてみた。ハットソースっていうのをかけて食べるね。ハットソース、うん、試してみよう。そうめんチャンプルは売ってる？売ってる売ってる。ハットソース、うん、あの唐辛子のマークがついてるよ。ちょっとネット検索。ハットソース、ハットソース、ハットソース、ハットソースっての、ハットソース、わかんないけど、まあでも本当にね、そう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 、これこれ、うん、ハットソース、そうそう、タバスコよりかはそんなに酸味がなくて、あとはなんか焼きそばとかもあんまり食べないんですけど。焼きそば大好き。焼きそばってもソース焼きそばって UFO とかあるじゃないですか。はいはい。ああいうのじゃないじゃないですか、沖縄の焼きそばって。ケチャップ。沖縄の焼きそばってちょっともう醤油ベースなところもあるんですよ。あ、まあ大体ケチャップの焼きそば、はい、沖縄そばをこうやって炒めて。この辺にあるミッキー。はい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 。ミッキーの焼きそばは結構うまいんですよ。それにね、僕は酢をかけますね。酢？お酢。焼きそばに？うまいんだよ。わかんないでしょ。わからない。お酢、勝負だからね。なんかね、ラーメンとかでも酢かける人いるじゃん。合いますね。うん。あれと同じ感覚ですよ。お酢は結構何にも合うんですよね。ただあんまり体に良くないですからね。私ミッキーさんで食べたことないんです、まだ。ミッキーの焼きそばうまいよ。食べたい、食べたい。何時までやってますかね。ミッキーは10時。多分今は閉まってると思う。いや、今まで開いてるんじゃないかな。ただ、ミッキーは最近この焼きそばでは、カデナ吉であるフードコー、なんかフード、大会みたいな、フード、はいはいはい、ありますね、フードのなんかグランプリみたいな、グランプリ取ったみたいよ。へえ、うん、すごっ。そうそうそう、それぐらい美味しいんだ。うまいうまい。まあ外人さんが好きっていうぐらいだから結構ボリューミーなんだよね。まあ食べ物の話でデジ盛り上がる、予感そうだね。はい、まあそんな感じなんですけど、まあでもいいんじゃないですか、テーマに沿ってますよ、食べ物の話だったら、うん、まあただ俺はこの時期によって食べたいっていうものはないけど、はい、まあ強いて言うならば暑いうち時に食べたいっていうのはやっぱ体を冷やす、冷やすそうめんとかかな。あ、冷やすそうめん大好き。ザルそばが好きですからね、僕。ああ、ザルそばもまあザルそばですね。子供の時よく食べてたな。うん、ザルそばですかね。皆様は暑い時に食べたいご飯とか食べ物は何でしょうかね。何でしょうかね。さてさて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。のりさん久しぶりです。久しぶりだな、浦添のりさん。こんばんはです。おばんです。ありがとう。きーちゃんもありがとうございます。おまんもまたどうぞ。おまんもさっき会ったんだよ。な、何このゆうじとこのようさんとのりおさんのこの三人でのなんか。なんか去年からなんか先週のなんかあれで。のやってますけども、先週ね、なんかちょっとしたオフ会ではないですけど、そう、なんか飲み会来ましたね。楽しかったー。俺はね、あれ楽しかった、楽しかった楽しかった楽しかった、うん、俺はね記憶がないです。どっからないですか。いや、なんかカラオケ行ったのは覚えてますよ。私も初めての、ありがとうございました。はい、行きたかった、はい、ベスト10。私ずっと二十歳から行きたかったんですよ。あ、そうなんですか。あの時は平日だから人は少なかったですけどね、うん、あ、でもあんな感じなんだ。そう、週末になると結構、うん、スモークとかバーって、まあやってくれたね。楽しかった。オーナーが途中で来てくれて、はい、あのいろいろショットとか飲ませていただいて、楽しかった。ベスト10、ほんと迷惑な話だったんですけど、まあそこでね、だその後みんな帰った後僕飲みに行ったんですよ。またどこに行ったんですか。あの後ね、後輩がやってるガールズバーみたいなのがあって、ガールズバーっていうか、まあ全部生徒なんだ、うちの生徒だったんだけど、はい、そこに3名で行って、豆と俺とユージと、はい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 、俺も寝てたらしいけどね、そのそこのガールズバーでですか。あ、ある意味来たことあるじゃん、去年の俺じゃ野球の忘年会、ゴリラビールの。そう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 、ガールズバーなんですか。ガールズバーみたいな感じらしいよ。はははは、うん、わかんないけど、でそこでなんか飲んでて、もう俺寝てて俺気づいたら家にいたな。出た。で起きたらなんか気づいたら家にいるっていう、なんかわーっつってお茶飲んで、なんかシャワー入って、うん、わーってやってテレビつけたらなんかサッカーの話やってて、うん、あ、まだワールドカップやってるんだと思って、う
そして日本ベルギーなんちゃらかんちゃらで、うんうんうん、日本負けたみたいな、なんか大々的に言ってるから、いや負けるに決まってるだろうと思いながらなんか後半まで2対0で勝ってたらしいね。あーらしいですね。なんかだからそれがサッカーだったなんだよね、うん、だからダメなんだよサッカー。分からんけど。いやすいません。私その日、うん、フーミーさんが紹介してくれた大工さんに乗って帰ったんですけど、うんうん、島袋さん、うん、仲良くなった。だった？そこでいろんな話した。なんか、もうふなんていうかフーミーって呼ばれてる、うんうん、あれなんかいろんな名前出された。誰誰も知ってる、誰誰も知ってる、誰も知ってる。あれなんかもうどうのこうの、もう今日も聞いてるはず。あんたもあれでしょ？このラジオで喋ってる人聞いてるよみたいな。今日も聞いてますか？島袋さん、島袋さん。そう島袋さん。島袋さん聞いてますか？あのね島袋さんはね本当にね俺めちゃくちゃわがまま言うわけ俺が。本当に俺死にわがまま言うわけさ。本当にで島袋さん全て答えてくれるわけ。だからもう絶対俺の中でマスト外せない代行の人だからさ。超いい人でも超いい人ですね。ただ言えるのが、うん、僕は個人的に使ったことがない。あ紹介紹介って。俺はね誰かいないって言われたら、ああいるいるよって紹介するわけで、俺本当に島袋さんの代行を個人的に使ったの多分よ、もう知り合って10年近くなるんだけど、うん、2回ぐらいしか使ったことない。でもなんか言ってましたよ、このフーミーがいろんな人を紹介するみたいな、うんうん、って言ってました。だから俺がこういろんな人に紹介して、うん、でいろんな人が仲良くなって、うん、仲良くなって、まあ島袋さんとか安っわけよ。おおただねあと5分で月吉新突さんつって20分つかんから忙しい時は。まあそういうところも分かってるがゆえになるほど、新突さん今着いたよってなったら、うんうん、俺も今すぐ出るねーって20分とか待てすからね俺も。なるほどね。一回ねいっちゃんと那覇に飲みに行って、うん、でいっちゃんが車出すよって珍しいこと言ったもんだから、オーケーじゃあいっちゃん車で行こうっつってなんかで行ったんだよ。なんかで行ってでいっちゃんと那覇のところの駐車場に車止めて島袋さん呼んだわけよ、うん、来てくれるで来てくれるわけよ。どうなるの？来てくれて助けたら俺たちが大変待ってくれます。俺たち待って待って待って寝てるわけさ。あ、いいわ。マックスイーバーの2人とも電話もめちゃくちゃ電話してたで、その人たちがこの駐車場って言ってた。どこそこの駐車場にいるよって、はい、たまたまそのこの車高街の真ん中にある駐車場で、うん、いろんなキャッチとかいるんだけど、はいはい、3つの声止めてるわけさ、うん、もうすぐ分かるよね、うん、で俺そこに彼が運転する俺助手席で2人で寝てるわけよ、うん、多分いろんな人に見られただろうね、うん、で島袋さんが助けてくれたのか分からないけどとりあえず家まで送ってもらってたね。すごい、うん、そういうこともあったよ。頼むよ新達さんって言われたけどデイジすごい、あの人本当になんかいいなんか人生のいいなんか勉強になるような話をしてくれた。あの、ね、あの嫌なことはないよね、うん、なんかたまにいるじゃない、うん、なんかタクシーの運転手でも代行の運転手でもさ、うん、なんかいいやつ的っていうか仕事やる気がないのか、なんかちょっとなんかもうやっつけ的にやってる人、うん、もうああいうのはね、タクシーとかだったら俺途中で降りますね。嫌な気持ちだから、うん、急いでても、あもうこっちいいよ、こっちもちょっと言葉があれ嫌になるんですけど、うん、あいいよこっちでおつゆこんなことしてなんかもう本当によ。でもあの島袋さんは全然あの一緒にやってるこのまあパートナーの人もいるんですけど、いつもあの人はニコニコして俺とチミとはいつもニコニコしてくれて、もう僕本当に毎回いつもありがとうございますって一応挨拶させてもらってるんですけど、まあでも島袋さんは間違いないよね。だから私また沖縄市で飲むときはぜひ、うん、あの利用させてください、ね、あもうぜひぜひぜひ、いや挨拶して違うんだよ、あゆみが那覇とかでも帰ってくるときも島袋さんに相談して、うん、来れますって言われたら島袋さん来るよ。マジっすか、うん、契約したら全然やってくれると思うよ。すごい、めっちゃいい人、めっちゃ優しかったんすよ。ただ島袋さんが紹介する代行は高い。島袋さんが紹介する代行は高い、それは勘弁。あ、そう、島袋さん話違うよみたいな、そういうパターンあるんですか。 あるわけ。あ、今今日行けないけどってこと、今日ちょっと忙しいから他の代行応援行かそうねって、あ、じゃあお願いしますっていくらぐらいできる、こんだけの金額できるよってなったら、あ、こっちはそうだと思うさ、うん、でいざ乗って行ったら全然違う金額が、でも払わないわけにいかないけど払って高さよで島袋さんに、あ、島袋さん弟子高かったよ、あ、本当にな、ハハハハって払うから畜生止めながら、まあまあまあ、いつも島袋さんにお世話になってます。だからラジオも毎週聞いてるよって言ってくれて、本当かな、島袋さん。だから今日も聞いてるはず。
ありがとうございます、はい、聞いてくれてありがとうございます、いつもありがとうございます、本当にね、引き続きよろしくお願いいたします、はい、あと、小野黒さん、もし聞いてるんだったら、金曜日あたりに連絡します。飲むんだ。いやいや、日曜日にさ、俺ビーチパーティーだから、早い時間から、で、夕方には撤収だから、代行が日曜日ってないじゃない。あ、そうなんですか。日曜日って代行ってあんまりないわけよ。あ、そうなんだ。で、また夕方からってあんまないさ、はい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 、7時、8時って、だからその時にちょっと島頃に相談して代行5、6台ちょっと準備して、5、6台、うん、すごい、5、6台。そしてうちのほらあのメンバーのみんな代行で帰れるさ、だからそういう感じかな。何ユージ帰るみたいにひっくり返って寝てた、帰って寝てた、もうしょうがないもう眠たかったんだもん。何冷やし、あ、まあまあおしゃれだね、冷やし中華ね、冷やし中華にカッペリーニって、カッペリーニって何、カッペリーニって、カッペリーニって初めて聞いた、カッパエビセンの友達か。いや違う、絶対違う、カッペリーニ、カッパエビセンのなんか氷水ひたひたしみたいな。ユージさんとも話せてよかった。ユージ酔っ払ってなかったぞ、普通になんか話せたんで嬉しかったです。またぜひお願いします。カッペリーニってなんかおしゃれ、何この、おしゃれだね、やっぱりまあまあ違うな、こんなん食べたことないよ。じゃあまたよ、まあまあは多分これ作るばよ。はあ、ママさんはね作るんですよ、彼女ってあれ失礼だけど、ママが作るね、あのなんだかな、食べたーい、バーニャカウダ、え、聞いたことある、バーニャカウダ、バーニャカウダ、うん、バーニャカウダ聞いたことあるな、なんか変なソースにつけて食う、バーニャカウダ、うん、なんかソースみたいな、ね、なんか、あ、超うまかった、え、食べたーい、超うまかった、今ご飯食べてないから超お腹空いてる今、あとあとあのもやしとよ、わーやばい、豚肉のレンジチン蒸し焼きポン酢みたいな、お腹すいた、超うまい、まあまあデージー料理うまいわけ、マジでいいなあ、本当にありがたい話で、なんでカッペリーニってね、カッペリーニ、まあ、冷やしそうめんじゃなくてそうめんチャンプルの冷たいバージョンなのかな、マジで。ギマさんは夏に食べたいものかき氷ですねって、美味しいですね、かき氷、ね、富士金時が好きで、冷やし中華も食べるんだってね、先週は可愛い子も来ていてとても楽しかったですね、昔みんなも来ればよかったのに、あ、ゆうくね、可愛い子誰か来てた、あ、一人女の子来てたね、あかねちゃんの、あかねちゃんの、あかねちゃん誕生日だった、めっちゃ楽しいって言ってましたよ、ほんと嬉しく、なんか嬉しかったって言ってました、そうなの、みんながこんなしてなんか祝ってくれて、あ、そう、俺も卑猥なことしか言ってないような気がする、大丈夫ですよ。マジで、いや楽しかった、でもなんかまたやりたいっすね、もう当分いいかな、え、いやまた今度、いや、この当分を通り越してやりましょう、まあまあまあね、はい、集まるんだったらね、そうですね、うん、全然よかですけどね、はい、でもなんかさ、やっぱ僕たち2人じゃ役不足なので、はい、え、なんか、うん、なんかさ、はい、なんかあるじゃん、他の人もいるんだからさ、たまたまさ、あー、いいですね、やす、そうなんか人数めっちゃ、でもね、大宴会なりそうです、まあでもね、僕はやっぱり平日はきついっすね。基本週末ね、週末、あの日も本当に朝早かったし、うん、まあでも楽しかったっす、はい、私は何と言ってもベスト10に行けたことがもう嬉しくて、のりおさんとかも来てくれてたしね、はい、楽しかった、ようさんなんか迷ってたんだ、急にいなくなってますね、覚えてます、全然かな、え、覚えてない、全然ベスト10から出てから、うん、急にようさんだけがいなくなって、帰ったんじゃないかってなって、多分気持ち悪かったんじゃない、あー、ようさんマジいなくなって、急にようさんだけいなくなって大丈夫かなって話してたんですよ、大丈夫だよ男の子なのに。まあ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 、その時も言ってた、ふみさんが大丈夫よ男なのにって、大丈夫よ大丈夫よ、そうそうそう、そんなもんだって、うん、俺あれだよ、うん、あの時のりおさんとかユージとかみんないたから、うん、いたけど、俺とかも途中でいなくなるから、忍法ドローンの術使うから俺、毎回そうなんですか、毎回ではねえけど、なんかテンションが上がったら一つの場所でこうじっとしてられんわけ、え、そうなんだ、ふみさん、だから俺ちょっと先行ってこうなみたいな、へ、次の店ちょっと温めとくからよみたいな、絶対
じゃあフーミンさんと一緒に過ごせないです私。なんで置いていかれるってことでしょ。私超寂しがり屋だわけ。じゃあ誰か一人で置いとくわけないよそれは。誰かいたら例えば今日飲みたいなだフーミンさん飲みに行こうっつって飲みに行って、じゃあ俺またもう次行こうだなって。いやだからあんなああいう風に大人数、何人かいたらって大人数当たり前2人で飲みに行ってよ。ちょっと次の店置いていくわけないからそうなったらもう帰ろうってなるよ逆に。あほか安心した。そうそう、あトイレ行ってたんだよ。トイレ行ってたって。トイレに行った後待って、なんかトイあれあれトイレなんちゃらってコメント。トイレ探しに行った後すぐ戻ったものはまあ食べれてしまいましたって。なるほどね。まあでもあの距離で迷うってことはもう相当トンチンカンだよね。あそうそうそう、いやいや、さらわれるわけなかろうがいやん、そのようさんが。いやでも楽しかったってことですよ、なんか、うん、うん、あのいいことですよ。そうですね、全然全然。もうみんなでね、USA も歌って。そう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 、ちょっとふみさん歌わんし、自分で入れといて。じゃあああいうのは、うん、音聞くだけでいいんですよ、うん、めっちゃ面白かった。なんか将来徘徊する自分の姿みたいな気がしました。そうじゃないよ、ただ飲んでて久しぶりにお酒飲んで外に出てるからちょっと楽しくなったんでしょ、うん、そういうことよく言われますよ、うん、僕も気がついたらしてない人に寝てた時もありますからね。怖っ、で怖い。あのなんかどっかの蕎麦屋かどっかで知り合って、うん、いや俺のうち飲み直そうって言ったんだ、うん、その人があいいですね行きましょうって言ったんだ、うん、明日、うん、起きたら知らない人の家で、え、怖い。でこの人寝てたんですよ、僕なんかなんでこっちにいるんですかって言ったら、おいしいなってなったから連れてきたんだよって言うから、ああそうですか、じゃあまたよろしくお願いしますって帰った。すごい、こんなことあるんだ。あるあるある。俺はねあんまり人の家に行くことはほぼしないんだけど、うん、たまたまこの時は相当酔っ払ってたんだ、うん、誘うことはあっても行くことはない。へえ、うん、じゃあ相当酔っ払ってたんだ。そうそうそう、大丈夫ですよさん、謝ることじゃないです。全然もう逆に俺の方がもうすいませんでした。でもなんかね楽しかったですよ。もうなんかね先週からちょっとね忙しくさせていただきまして、うん、まあ僕ごとなんですけど、はい、まあこれも近日ねみんなに報告できることがあるかなっていう感じなんですけど、楽しみ。まあちょっと喋りすぎてるんですけど、こっち CM 一発入れますか。はい、じゃあそれでは CM をどうぞ。土地活用のことならマルユハウジン。おおお、ウエマテンプラ、ボラフォヤ、ウエマテンプラ、ボスナリプレス、ウエマテンプラ、コンバカゲンゲン。沖縄市小屋、空港通り、宜野湾市ガレコ、ウエマテンプラ。やっやっ、FM 講座 76.1。よっ、ひー。島歌ライブが楽しめる居酒屋、昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。国に許可された指定工場、車検、整備、点検のことなら山城オートへお任せください。あなたのお車丁寧にとことんサポート。お問い合わせは0980-505185。山城オートわーい、ぴよぴよ。 FM コサ、毎日毎分毎秒楽しいコサのラジオが私のお遊び。操作ミキサー操作、上下上下調節、一生懸命調節スーハース761ラジオの前が特等席。インターネットでもいいんだぜ、動画チェケラ、これが FM コサ。
コザでいざこざ。コザでいざこざ、FM コザから生放送でお送りいたしております。今夜のアイテム、ふうみと、あゆみです。よろしくお願いいたします。さてさて、今宵のテーマは、夏になったら食べたくなる食べ物ということでね。なんかね、メールの方が届いてます。届いてます。ちょっとメールの方を読ませさせていただきます。はい、東京都江戸川区にお住まいの斉藤義則さんからのお便りです。フルネームだ、フルネーム、フルネームでいった。こんばんは、おばんは、こんばんは、こんばんは、あゆみちゃん、ふみさん、こんばんはです。こんばんは。僕は毎日思ってることがあるんです。よっすん、暑い時も女が食べたいってことね。いや、どういうこと。いやー、すごい大胆、大胆発言だよね。もうね、あれですよ、バカだろうって。バカはお前じゃ。もうね、僕の個人的 LINE にも送られてきてるんですけど、もうこれも呼んでやろうかな。もう呼んでやろうかな。もう東京都江戸川区にお住まいの、もうこれは絶対読まんこう。この野郎が。まあまあまあ、そんな感じでね、よっすんもね、食べたいものは女ってことね。まあ僕個人的に言いますと、女性をこう食べるという発想っていうのはどうかなと思うんだけど、まあ別にね、暑い時だけじゃなくて、僕は365日 24 hours、 発音がめっちゃいい、 hours 24/7 だね。 24/7 気持ちはあってもなんかそういうことできないんじゃない。で、続きましてのメールです。あゆみお願いします。はい、つくちゃさん、いつもありがとうございます。あだす。ふうみさん、ゆみさん、こんばんは。こんばんは。大した話が書けなくて恐縮ですが、はい、とんでもないです。テーマあるの、楽しいです、楽しいです。はい、たまこさん、ありがとうございます。あだす、たまちゃん。暑い夏に食べたいもの、はい、あゆみさんから早速にそうめん、はい、出ましたが、私も先日、夏にはそうめんが美味しいと再確認しました。そうね、そうめんね、最近お蕎麦にハマっているのですが、めっちゃ暑いある日、美味しかったお蕎麦がなぜか美味しく感じず、うん、なんかもそもそして、無性にそうめんが食べたくなりました、うん、今まで年間を通じて食べてはいたのですが、やっぱり夏がいいです、うん、そうですね。あと、皮のままのレンジでチンしたトウモロコシ。あー、これね、へえ、何それ。これね、うまいんだよ、皮のまま。皮、要はね、関東でも千葉とか茨城とかで取れる、はいはい、まあ北海道とかすごい有名なんだけど、僕が千葉にいた時にはその皮がついたままのトウモロコシ。皮ちゃん、緑の皮。そうそう、こういうね、葉っぱの毛が重さもさ、はい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 、あれをね、こう近所のババアからもらうわけよ。口悪さ、近所のババアに来てるんだから、ヒーロー君って呼ばれて、これ持っていきなみたいな、で、5、6本もらうわけですよ。でちょっと水パーってこうかけて、さらっとね、パッてやって、それ僕の場合ラップに巻いて、レンジでチンするんだけど、これがむちゃくちゃうまいわけよ、皮のまま、うん、で皮むくんだよ、もちろん、あのね、俺あんなうまいトウモロコシ食ったの初めてだったね、生でも食えるわけさ。食べてみたい。超うまい。だから俺ね、千葉に住んでた時にお世話になった社長の奥さんに送れって言ってるけど、送ってくれないわけよ、クソババア。いやね、口悪さよ。こいつはクソババアだけど、僕がいただいてた隣のババアが、もう本当に冬になったら白菜とかを持たせたわけ。これがね、沖縄の人みたい、なんか。そうそう、ね、うん、結構ね、仲良くなるとそうやってやってくれるんだよ。まあなんか自分たちだけが食べるようなね、ちっちゃい家庭菜園ではねえけど、千葉とかすごくそういう中だから、広いんですよ、土地持ってる人たちは。で、昔は大きい感じで畑をやってたんだろうけど、もう年いってやる人がいないからって、どん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 ちっちゃくしてるんだろうね。もらってて食べたらうまい。そう、わかりますよ、この。食べてみたい。あのままレンジでチンしてトウモロコシ食べてみたい。食いたいっす、なんかね、トウモロコシ。誰か関東でトウモロコシで思い出した、送ってちょうだい、FM小谷。白いトウモロコシ美味しいんですよね。そう、うまいうまい。そう、スイートコーン、スイートコーンでしょ。あー、食べてみたらどこにあるんですか、白いトウモロコシ。これなんか品種だと思うんだけどさ。沖縄にあります？わかんない。沖縄のやつが硬いんじゃない？あー、太陽が違うから。甘いやつが食べてみたいんですよ。もう甘いっすよ。意味がわかんない。甘いっていう。甘い、本当に甘い。何甘いって。トウモロコシが甘いんですよ。あれはね、めちゃくちゃ食いたいし。あ、そうだね、もう今の時期だよ。へー、食べたい、白いトウモロコシ、甘いやつ。ちょっと、お金払うからさ、売って、沖縄に売ってないわけよ、トウモロコシが。やっぱそうですよね、見たことないもん、ないだって。リラオヤとかにもない。食べたい、
そう、千葉のやつは生で本当食えるから。え、それ食べたい。そう、本当に食えるわけさ。本当にうまいわけ。あー、いいな、いいはず。そうめんって出てきましたけど、先ほど鈴茶さんが、うん、あゆみも言ってたけど、あのね、僕東京の知り合いの実家で冷麦っていうのをいただいたんですよ。冷麦ってもうちょっとそうめんよりも太いやつ、あれは太くなるのかな、なんかさ、似てますよね、そうめん。結局一緒なんだって、成分は。うどんとかも全部一緒なんだって。うどん、きしめん、全部一緒なんだって、うん。ただそうめんとか冷麦とかきしめんとかういろうとか、ああいうのうどんとかっていうのは太さで基準が決まるんだってね。へー、やっぱり。うん、だからそうめんは細いのが冷やもんって、たつ確か太かったと思う。でも本当に見ても分からないよ、分からないぐらいなんですよね、うん。なんかね、そこにね、なんかみょうが、うわー、みょうがをね、こう千切りにしたやつを薬味にしていただいてるわけですよ。おいしそう。これ本当にうまかったですね。僕はカルチャーショックでしたよ。でもこのみょうがも沖縄にあんまりないからね、うん。でもなんかおいしそう。みょうが超うまかった、もうシャキシャキしてて、あのこうなんか、はい、香り、うん、風味、ああ本当なんかおしゃれな食べ物だなと思いました。都会の食べ物って感じする。そうそうそう、うん。まあ食べたところがね、白金で食ったんですよ。ん、白金で。白金って何ですか？白金っていう土地があるんですよ。地域の名前。はい。へえ。白金台ってとこ、白金台とか分かってる？白金高級住宅地に住んでて。あ、高級住宅地なんだ。そう。へえ。これうまいわけよ、本当に。みょうがやばいですよ、本当に。みょうが超やばい。そうなんだ。あー、結構食べた。お腹すいた、マジで。そうだ、ちょっと関東の方、ちょっとさ、金払うから、本当にちょっと悪いんだけど。マジで食べたい。トウモロコシ送ってくんねえかな。マジで食べてみたい、この甘いっていうやつ。ちょ、ほんとうまいんですよ。なんかもう祭りのトウモロコシのイメージしかない。ちょっとね、べちゃべちゃしてますね、うん。あれしかイメージない。うまいですけどね。美味しいけど、いやもう私が食べたいのはこのインナが言う甘いっていう感覚がわからないから。トウモロコシが、ね、それを食べてみたいです。この間よっすんから桜パクラってよ。桜んぼも超うまかったよ。違うんですよね、あの山形からかな。どっかからいいな。沖縄の桜もって、あの缶詰の桜も。そうそう、缶詰の桜もだから、あのプニャプニャしてるやつ、プニャプニャしてるやつ。いや、あれもうまいですけど、あのね、よっすんが送ってきたあの桜んぼがさ、もううちのせがれがね、あの今までにないぐらい食ってた。甘いし、あのいやもう味があるんですよ。ただ甘いわけじゃなくて、僕はあのあまり果物食べないからあれだけど、うん、僕も結構食べたんだけど、うん、うちのせがれがたまたまこの日泊まる日で、うん、もう本当にね、この箱ごと冷蔵庫から引っ張ってきて、うん、寝る前だったんですけど、だからもうダメだよって、お皿持っておいでって、これぐらいの鍋、このね、うんうん、スープ入れる、もう手づかみで 2回ぐらいやって、もうてんこ盛りだわけ、うん。これ食べるっつって、これ食べるって。でも朝もう俺が寝てる間に食べやがって。へー、そんなにハマってたんだ。そう、パピーこれ持って帰っていいかも、いいよっつって、俺ね、賞味よっすんから送られてきて1キロのさくらんぼを、これ5房ぐらいしか食ってないわけよ。あ、全部うちの世界で食う。そんなにでも美味しいんだ。ぐらいうまかった、本当にうまい。めっちゃいいな。やっぱりね、あの沖縄餅さん地方であるんですけど、うん、やっぱりお野菜とか、それこそ果物とかさ、野菜果物ない一年が絶対美味しいよね。もうめちゃくちゃうまいんですよ。あゆさん、どうもどうも、どうも皆さん、こんばんは。先週です。食べてみたいな。いや、本当にうまいんですよ。だから、そう、あのね、妙、うん、何の話か、食い物の話か。食べ物です、食べ物。そうそうそう、うまかった。もういいな。時間も時間だから、あと1回 CM ぶち込んでから企業さん呼ぼうかな。はい、じゃあそれでは CM お願いします。早っ、あっという間。理想のお部屋には心躍る新生活、出会いのお手伝い、ハルユーハウジ。お部屋探しはマルユーハウジ。土地活用のことならマルユーハウジ。おおお、ウエマ天ぷら、
ボナポヤ、ウエマテンプラ。ボスナリプレス、ウエマテンプラ、コンバカケンケン。沖縄市小屋、空港通り、宜野湾市ガレコ、ウエマテンプラ。ヤヤヤ、FM コザ 76.1。ヤヒヒヒヒ。島歌ライブが楽しめる居酒屋、昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。国に許可された指定工場、車検、整備、点検のコツなら山城オートへお任せください。あなたのお車丁寧にとことんサポート。お問い合わせは0980-505185。山城オートわーい。ぴよぴよ FM コザ。毎日毎分毎秒楽しいコザとラジオが私のオアシス。操作操作ミキサー操作上下上下調節一生懸命調節スルーハースー761ラジオの前が特等席。インターネットでもいいんだぜ動画チェケラー。これが FM コザ。小座でいざこざ。はい、小座でいざこざ。FM小座が生放送で送り出しております。今夜の相手もふゆみとあゆみです。よろしくお願いします。残すところはわずかなんですけども、はい、あゆみごめん、はい、この番組のスポンサーと協賛の方よろしくお願いいたします、はい、この番組は建築施工見物のことなら何でもお任せ山城グループ。天ぷら弁当重箱にオードブル全部おいしい上間天ぷら。昭和の雰囲気でおいしいお酒が楽しめます昭和村。理想のお部屋にホールインワン。不動産のことならマリューグループ。以上各社の提供でお送りしています。ありがとうございます。さてさて、なんか告知ある？はい、告知はこの小座でいざこざの後に10時10分からまたショールームっていうネット配信を行いますので、もしあの見てもいいよっていう興味がある方、全然今人数がね、あのまだ始まったばっかりなんで、徐々に徐々にちょっと拡散していけたらなと思っております。ショールームっていうアプリを取って母屋あゆみって検索してくれたら出てきますので、10時10分からはいっていうのと、11時からはチナイト5です。で、今週金曜日は吉本ウチナーランキングっていう毎月1回のランキングライブ、はい、4月13日金曜日、はい、13日の金曜日、そうそうです。ファイリー7時半から、場所はトマリンの2階、沖縄花月で、チケットが前売り1000円で、私チケット持ってますので、もしチケットをお買い求めの際は、DM で、ツイッターとかの DM でお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺からの告知は、はい、4月21日がかな、はい、21日に沖縄市は小屋にあるバーブレスっていうところで、バーブレス、ネーションという、はい、まあ、ミュージックイベント、まあ、DJ イベントなんですけど、うん、まあ、軽くうちのメンバーがやってるので、うん、もしお時間のある方はぜひ、沖縄市遊んでる方はぜひですね、はい、足を運んでいただけたらいいと。これなんか金額とか、まあ、これはなんかエントランス無料だったぞ。フリーエントランス1000円かな、500円かな、分からん、うん、多分大丈夫だよ。うん、俺行ってみたらどうにでもなると思う。そう、行ってみたらどうにでもなる。どうにでもなって、なんかあそこで飲んでくれたらそれで OK だと思う。はい、21日、時間とかはまあ適当に9時10時ぐらいだね。適当に9時、うん、まあ俺は多分行くとしたら11時とか行くかなと思って。11時だ、多分エントランス1000円ぐらい取られてたかな、分かんないけど、とりあえずもう第3なんで萌えもあるから、はい、どうなるか分かんないですけどね。はい、まああとはあれですよ、ダバンブ USA がもう USA 2000万突入しますね。いやー、レージすごいんだけど、見て、今日のりおさんからいただいた、そう、 USA T シャツ着てます。いやーねー、すごいね、すごい。だって私今日劇場で、うん、あのネタやった後に後半、うん、コーナー企画っていうのがあるんですよ、ね、うん、毎日コーナー違うんですけど、うん、今日のコーナーがエピソードトークの中にアドリブでみんながあの好きな1人1枚ずつ、11人いたんで、11人が紙にみんなに託してるんですよ、うん、あの前もって何でもワード言葉を書いて畳んでボックスに入れて、うん、このワードを引いたらこのワードをトークの中に入れてくださいみたいな、無理やり、はいはい、で何でもいいって言われたんで、私今日服もこれ着てるから、うん、いいねダンスって書いて畳んでパンって入れて、そしたらなんかみんな困ってましたけど、どういう風にいいねダンスをこのトークの中に入れようかなって
めっちゃ面白かったですけどね。でもすごいね本当にね、うん、そういったのでも話題になるってことは、はい、なんかまだこうあれですけどいろいろ収録が終わってるのもあって結構またいっちゃんもまたメディアにたくさん出てくると思うんでね、うん、でなんかやっぱりこうある人が今日はちょっと話してたんだけど、うん、なんか久しぶりにこの音楽業界で話題になる音楽っていうのはもうこの USA らしいね、うん、あの AKB さんとか EXILE さんとかジャニーズ系の人たちっていうのは、はい、まあ、当たり前のように枚数は売れてるんだけど、はい、そこまで話題にはならないっていう。確かにそうかもしれないですね。そうフューチャーされないっていうことだから、はい、なんかそういった部分でもなんか今回この USA にね、だってネットでもかなりのね、だから結構この音楽業界では結構久しぶりに話題になったから、はい、なんか喜んでるみたいですよ。うーんすごいですよね。みんなまあ、ネットでこう配信したやつをダウンロードする世界なので、はい、売れる売れてないっていうのは数字に出てくるから分かると思うんだけど、うん、なんか話題になる音楽が話題になることが、はい、もうほぼなくて、うん、で今回この USA がこうやっていろんな週刊誌新聞各社メディア、うん、媒体に取り上げられてのはこの音楽業界ですごく喜ばしいことなんだって。すごいよ。だってチョコレートプラネットさんの、ツイッターでも、うん、USA ゲームっていうのがめちゃくちゃ今バズってるんで、すごいっすよ今。まあでもねそれをきっかけにね、うん、本当にみんなでこうまた盛り上げて引き続きね、はいはい、もう紅白にレコ大の道ね、いやこれ見えてきましたね。もう いや行きたいですよ、はい、あそうだつっこさん、つっこさんこんばんは、間に合ったこの時間と USA に元気もらってます。台風気をつけてください。もう台風はどうでもいいんだけど、台風はどうでもいいんだけど岡山大丈夫なかな。あだる、そうつっこさん岡山だわけ。つっこさん岡山だ。ていうかあっちの高松本さんも岡山ですよ。誰誰高松本さんこんばんはって、やばい、もう携帯秒だから 指でスクロール。高松も、ま、高松も、この もうちょい高松も、はい、こんばんはってさっき来てたんですよ。大悟くんは山形で、高松もさん広島、岡山あね、広島は結構被害すごいらしいんだけど、本当皆さんね本当気をつけてくださいよ。あそうですね、うん、だからなんかね、つっこさんも分かってないですか。つっこさんも分からないですよ。だからもうちょっと心配でね、僕たちの災害っていう災害はないじゃないですか。自然災害が、地震も起きるけど震度大きくても3ぐらいだと思うし、うん、台風ぐらいだけど台風のこの被害っていうのも結構常に事前にこう、うん、対策とかやってるから建物もそんな倒れるわけでもないですからね。そうですね、もともとコンクリートの建物が多いですよね。そう、風がちゃんと通りやすいように真四角ですしね、うん、建物もこうベランダとかも穴開いてるし、うん、だからまあそこはねちょっとまた今の台風がちょっと台湾の方に向かってるから、はい、まあ本州にあんまり影響はないと思うけど、一応明日来るんですか。明日、はい、明日のお昼の12時に先行く予定ですよ。本当もですか。本当です、はい。あら、これ強風域入るんですかね。どうなんでしょう、強風域に入ると思うけど、今の段階でこんな風が強いから。確かに風強いっすよね、ちょっとね。まあでも、まあまあ、うん、本当にワクワクするよ、台風の時は。本当に台風の時はワクワクするよ、ね、一番嫌なのが、中途半端に暴風域入らないで仕事ありますよみたいな。それもあるし、うん、ただ僕はもう今週末ビーチパーティーなので、もうそれもだけ晴れてほしいんですよ。だから金曜日までは土砂降りでいいんですよ。だから来るんだったら早めに来て早く去ってって感じですね、うん、そうだからもう今週の日曜日ね、やばいなーっていうね感じですけれども、ビーチパーティーでやるんですけど、はい、まあでもまあ皆さんも本当にね、自然の災害だけにはちょっと勝てないのでね、くれぐれも油断をせずにですね、はい、ですつっこさん本当マジで俺は来年岡山行くんですよ。あ、旅行ですか。再来年だ。いつものギャングの新年会で、はいはいはい、新年会ですね、予定なんですけど、岡山行く予定なんで、ちょっとあれなんですけど、まああとね7月21日からもいっちゃんの舞台が始まりますからね、はい、来週の土曜日、うん、東京国際フォーラムかな最初は、うん、ピーターパンの稽古中にサラダパン食ってたけどね。そうまあまあだからなんだって話なんだけど。そう下目遅れを食ってたね。そうそう21日から、はい、なのでまだ東京近隣と関東近隣にいらっしゃる方はぜひ21日から、はい、足を運びください。よろしくお願いします。ピーターパン、あとはもう何かある。いやもう告知はショールームの10時10分からのショールームとトナイト5。コータもこんばんはね、ありがとう、嬉しいです。よろしくお願いします。あたゆみ20秒一人喋って、はい、ということで、今日の、小座でいざこざも
楽しく2人でお届けしました。ぜひ、この後の10時10分からのショールーム、そして11時からのトゥナイト5も、懲りずにお付き合いの方よろしくお願いします。さて7月9日月曜日、また今週も1週間張り切ってまいりましょう。それでは皆さん、また来週、ありがとう。